オルドイニョエブルルは、ケニアにある火山である。エブルル火山帯、エブルル山とも呼ばれる。東アフリカのグレートリフトバレーの火山系の一部で、東リフトバレーにある。内場車湖の北西約 15km、エルメンテータ湖の南約 20km に位置する。関心より、最後の噴火があり、歴史時代の噴火の記録はないが、現在でも活発な噴気活動が見られる。 東リフトバレーの声援から東に突き出るような形で主産界が東西方向に伸び多数の加工を持つ。溶岩延長級、噴石級、爆裂加工からなる複合火山である。新しい部分的に植生のある流門岩ドームが東山6にあり関心魚のものと考えられている。高深魚の響き岩及び素面岩溶岩流を 流門岩黒曜石溶岩が多い、主山海の北及び北東斜面を形成する。南西六河口からの更新予行期の流門岩溶岩流は内場車庫近くまで達する。基盤には南北方向に走るいくつかの断層があり、それに沿って広範囲の噴気活動が見られる。この地域では国際協力事業団がケニア共和国と協力して、 1979年より、リフト渓谷事熱開発計画調査を実施している。雨量の少ないエブルル村では、地下から噴出してくる水蒸気をパイプに通して冷やし、凝縮水を井戸に溜めて、貴重な生活用水として利用している。その様子は1987年放送の NHK 特集地球大気候第2週引き裂かれる大地の中で紹介された。 オルドイニエブルルのランドサット画像、ありがとうございます。